リーズ、ジャズドラムのしつけ、ルーディメンタルなドラミング、ジャズドラミングを、皆さんと研究してみようというコーナーですね。今日は5ストロークロール、5ストロークロール、もちろん片側だけ、ワンウェイでも。あるいは、フロアタムとかタムタムを伴ったアプローチ、こういうアプローチがすごく生きる、5ストローク。